はい、皆さんこんにちは。レクセニ講師の赤木です。それでは私の方からですね、超短期の司試験受験勉強法、これ伝授しますというね、そういうテーマで、30分ほど、ガイダンスの方をさせていただこうかなというふうに思ってます。で、今日のガイダンスなんですけれども、最後のね、15分ほどですけれども、今日、今年ですね、司試験最終合格された私の、入門講座出身者の方ですね、その方も交えてですね、ちょっと最後15分ほど勉強法等について、お話をする予定にしております。最初の30分ほどですね、私からのガイダンスで、残りの15分ほどですね、残りを、今年の合格者の方ですね、その方を交えてね、お話をしていく形にしたいと思います。はい、早速まあちょっとね、レジュメの方を開いていってください。まあ超短期の司法試験勉強法ということで、まあどんな風なね、方法で、勉強していくのがいいのか、まあこれから特に勉強を始めようというね、その方向けに、お話をしていく予定です。はい、まずはね、どんな勉強方法を取るにしてもですね、もうとにかく目標の設定とその計画策定いうのは、これはもう欠かせないね、避けて通れない、そういう問題だと思ってください。まずはやっぱりね、短期で合格するためには目標自体もやっぱ短期にね設定する。で、そのための具体的な計画というね、これを、しっかり考えていくといいと思います。で、今からまあもしね勉強するということであれば、縦の1番レジュメの1ページですけれどもね、まあ来年はちょっと無理でしょうね。ちょっとすみません、2018になってますが、2019の予備試験とそれから2018の京大ロですね。まあこのあたりのまあ合格を見据えて勉強を始めるというね、これがまあ現実的なラインかなというふうに思われますね。で、その中でも最も重要なウェイトを占めるのは論文試験になってきます。特にまあね、ロースクール入試であれば論文1本にはなってきますし、から予備試験についてもですね、担当を突破してもなかなか論文が突破できないというね、そういう人がまあ結構多いのがこの業界でありまして、まあ1年目にしっかりと、主要7科目、この論文というのをね、しっかりと、基礎付けすると。で、その上で2年目に入っていくにつれてですね、論文以外のね、ところの、底上げ、これもしていくと。まあ大きな目標設定と計画設定ですね、そのあたりがまあ中心になってくるんじゃないかなと。で、これ先に担当してしまうとですね、論文に必要な知識の、定着、これが遅れるということになります。で、論文のその必要な知識の定着なんですけれども、これかなり時間がかかるというところがありまして、1年目からやらないと僕は間に合わないかなと。ね、超短期で合格する上ではですね、論文用の知識をしっかりとね、深く、入れていくというためには、まあ最初の方からですね、論文を強く意識で勉強するというのがいいのかなと思います。で、その論文をしっかりやるということは、実は担当にも波及するところでして、論文のその基本的な部分ですね、論文で出るところ、これをしっかり押さえることで、担当のまあ基礎点とかね、その辺にもなってきますので、まずはやっぱり論文対策をしっかりやるべきだろうと。まあこういうふうに思われますね。予備校によっては担当から入っていくね、そういうところもありますけれども、担当というのはね、これは論文の基礎点あっての担当の上積みというね、そういうものですので、あまりこう最初から担当をやっていくのはね、逆に論文の知識のね、定着を妨げていくという危険があります。まあ担当は結構細かいところもいっぱい出てくるんでね、その細かいところを最初から押さえていくのは、まあバカバカしいって言ったらね、ちょっと怒られるかもしれませんけれども、まずは大事な上とね、高いところをやっていく。で、その上でね、周辺的な知識ですね、そこはまあ、後々基礎付けしていくと、ね、そういうふうな、視点を持っておいてください。で、その論文を突破するのに何がいるのかということで、私のクラスではね、当事者目線、条文至上主義、まあ、そういう話をしています。論文の出題というのがね、事例問題です。A さん、B さん、C さん、D さんとかたくさんの人が出てきて、で、そこで、問題を起こしていくと、トラブルが発生します。で、そのトラブルというのは判例がモチーフになっていることも結構ありますが、全くの、ね、判例とは違う事実関係になっていることが普通です。その事例問題、未知の問題、これにアプローチする上で法律上必要になってくるのは何なのかというと、当事者の立場で考えるという当事者目線、それと条文から考えるというこの視点です。論文というのがね、必ず結論と理由、これがいるんですけれども、その結論と理由の中でもね、その理由を基礎づけるのが条文に基づいて考えていくというね、これがまあ理由付けに、欠かせない部分になっていきます。で、その理由付け考える際もですね、それから当事者ですね、当事者の言いたいこと、その辺も踏まえてね、ちゃんと答えていかないとですね、なかなかこうね、取材意図に沿った答えいうのは出せないのかなというふうに思われます。まあ、そういうことでね、未知の事例問題に対応するためには条文から考えるという視点からですね、必ず当事者がいるという点からですね、当事者の立場で考える、まあ、この2点はね、欠かせない視点になるのかなというふうに思われます。ただ合格ライン自体はですね、そこまで高いものではありません。現状ではですね、半分点が取れてたら合格というね、そういう状況です。法務省のホームページですね、そこで、合格ラインといいますか、受験生の、ね、答案の評価に対しては4分類するということがね、記載されてますけれども、4分類の中で
3つ目の分類にさえ入っていれば、まあなんとかね、大丈夫というところです。どういうふうな分類かというと、優秀な層、良好な層、一応の水準の層、不良の層とね、これをまあ点数によってね、分けてるわけですけれども、21点以上28点までが一応の水準ということでね、でこの一応の水準全科目取れたら合格してますね。もちろん良好以上取れてたら大きなアドバンテージということになってきますし、まあ、優秀まで取れればねラッキーということになるでしょうけども、優秀というのはこれはまあホームランを打つみたいなね、そういうことでなかなか難しいかなというふうに思います。まずはね、一応の水準と言われるですね、まあ野球で言えば出塁するみたいなね、そんな感じです。フォアボールで出ていくとかね、ヒット打つと、まあ、いうふうな一応の水準、ここをまあまあ確実に取っていくというね、これが大事なのかなというふうに思われますね。でこの一応の水準どこかなというね、これを見ていくと、やっぱり当事者の言いたいことを言うべきことですね、これが網羅されていること、ね、それから条文に基づいて考えていること、まあ、このあたりがあればね、一応の水準は軽くクリアという感じですよね。良好も狙っていけるかなというふうに思いますので、まあ、この当事者目線条文至上主義ね、これでもって、まあ、法律論文ね突破していくというスタンスを持っておくといいでしょう。で、その際ですね、法律論文に欠かせないまあ能力というのがその下、そのために以下5つ書いてあります。まあ、事例の把握力、まあ、日本語読解できれば大丈夫です。日本語の読解ですね、これができれば事例把握はできるでしょうけども、そこからあとですね、ここが論文上欠かせません。法的思考ですね。法律論文ですので、法律に基づいて考える、ね、法律に関する基礎知識ですね。それをまあ身につけるというのは欠かせませんし、それプラス思考方法ですね。法律に基づいて考えるとはどういうことか。ね、条文に書いてあることはそれは当てはめしたらいいですが、書いてないことはどうするか。ね、そこについては条文に基づいて、条文の作られた理由ですね。趣旨と言ったりしますけれども、まあ、そこから考えるとかいうノウハウですね。この辺も必要になってきます。で、その上で、ね、未知の問題に対応しなきゃいけませんので、応用力、これも欠かせません。まあ、条文と、ね、判例、そういったものを使いこなす、ね、応用するという力もね、これは必要になってきますし、あと論文です。文章で書かなきゃいけません。文章力、これも鍛えていかなきゃいけないところでね、これは書いていく数ですね、数をまあちょっとこなすということが望まれるかなというふうには思います。はい、それだけじゃなくてね、いろんなまあ現場では、パニック的なことが起きたりとかね、そういうこともありえますし、逆もありえますね。問題見てですね、お、これ勉強したやつじゃん、できるというふうに思ってですね、その勉強したことを一生懸命書こうというふうにしてしまうと、実はね、聞いてるのはそこじゃなかったというふうなこともあるわけでね、聞かれてることが何なのかというふうに自分を統制する力ね。で、逆にですね、全く何を考えたらいいかわからないという時にパニックに陥って時間がね、浪費してしまうというふうなこともまああり得るんですけれども、そこもやっぱり普段の思考、これに変えるというふうに考えてくださいね。当事者だったらどうするかな、条文から考えたらどうなるかな、まあ、そこに立ち返ればですね、なんとか答えにはね、たどり着けていけるのかなというところで、まあ、これらの、ね、力いうのを、まあ、入門段階からね、時間をかけて養成するというのが望ましいのかなと思います。で、いつの間にか習得してる、これが理想的な形ですね。まあ、意識的にやっていくのももちろんですけれども、私の入門講座をね、受けていく中で、まあ、必然的にこれらの5つの能力ですね、もうあちこちで言及しますし、年がら年中ですね、こういった話をしているようなね、そんな内容になってますので、まあ、いつの間にか習得してるのかなというね、そんな感じはしますし、あと条文を大事にする、これはですね、論文試験では大きな武器です。論文試験では条文見ていいというね、そういうふうになってますので、条文に知識をね、集約しておくことによってですね、条文見たら答えがなんとなく思い浮かぶというね、そういうふうになるような、そのレベルまでね、持っていただければいいのかなというふうに思います。はい、とりあえず大きなね、目標設定と計画としては、1年目論文で、2年目に論文以外というね、論文の底上げプラスその他アルファですね、それをしていくというね、こういう計画に、していただければいいのかなと思います。じゃあそのために具体的な勉強はどうするか、縦の2番のところですね、法律に関してはですね、これは常に理由があるというふうな、そういう制度になっております。その点で、まあ、条文、法律の理解、法律をマスターする上では納得するというプロセスを経ることが可能だし、納得するというプロセスを経ることによって、全く新しい問題についてもですね、こう考えたらこうなるんじゃないかなという推論ですね、そういったものもしやすくなります。まあ、そういう点でまずは勉強の中心、理解する、考えるとね、これを中心でやっていってください。論文力を鍛える上でですね、理解する、ね、暗記したことを吐き出すのではない、ね、理解し納得したことをまずは、ね、文章化していくですね、納得してないものはなかなか文章としては書けませんね、暗記で、覚えたものもですね、あ、一文字出てこない、どうだったっけとかね、そうなりそうですが、納得しさえすればですね、あ、こういう理屈だからこうなるというね、そういう形で、まあ、覚えることもね、必然的に減る感じもなりますのでね、この理解中心、
論文力じっくりね、要請する上では納得するというね、こういう勉強と考えるという勉強ですね。これをしっかりしていってください。まあ、予備校によってはもういきなり暗記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 っていうね、そんな感じでしてるというところもあるんですけれども、ここについてはまあ理解中心という感じでしていただくといいと思います。はい、その上でですね、インプットですね、これはどういうふうにしていくかといいますと、教科書をなぞるのではなく、深く理解するというところをね、やっていただければなと。教科書をなぞって読んでしまうというね、そういう勉強ではちょっと足りないかなというふうに思います。そのために、教科書を読むだけではなく、ね、事例、これを大事にして、事例からちゃんとアプローチする、考えるというね、そういうふうなインプットというのをね、心がけてください。で、まあ、私の、入門講座の中ではですね、教科書をね、読み上げるというのではなくて、納得していただくためにですね、さまざまな、一応事例を出し、さまざまな事例に基づいて一緒に考えるというね、そんな感じでしていきます。そういうことで、まあね、理解中心の勉強というのは、まあ、入門講座ね、受けていただく中で、おのずと、まあ、身についていくのかなという感じがします。その次ですね、2ページちょっと入っていきますけれども、2ページ、私のね、入門講座の、まあ、特徴にもなりますけれども、短期で合格するで、やっぱり問題慣れすることが非常に重要でしょうね。で、判例見るときとかね、事例読むときに、問題解く感覚で勉強してみてください。ね、私の授業だと、民法の1回目とか、刑法の1回目からですね、解き方、これを皆さんに教えていきまして、で、その解き方踏まえて、一応やっていくと、まあ、これがですね、入門講座、7科目全体で、ね、一貫してやっていくと、まあ、ちょっとね、ある科目ではまた解き方が後ろの方になってくる、ね、こともありますけれども、まずはもう問題解くというね、そういうアプローチで勉強していくと、これによってですね、納得する、考えるというね、そういうまあプロセスは何度も何度もね、経ていただけるんではないかなというふうに思います。その上で事例、条文、当事者目線ですね、ここがまあ大事になってきます。というか、まあ、そのうちね、マスターできるのかなとね、考える際には事例をもとに考えることになるし、ね、何をもとに考えるか、条文から考えるということになりますし、条文から考えてもよくわからんなとなったら、これ当事者の考え方ですね。当事者だったらどう受け取れるかなとかね、当事者だったら何主張したいかな。まあ、そういったところをね、インプットの段階からまあ考えながらやっていくと、これがですね、超短期にね、必要になってくるね、勉強方法になるのかなと。で、私自身もね、そんな感じで勉強してましたね。事例問題見てですね、自分が論文を解くんだったらですね、どういうふうに考えていくかと。まあ、それをね、事例に対して条文から考える、ね、原告だったらどう考えるかとかね、被告だったらどう反論するかとかね、その辺はまあ考えながらやっていくというのがね、望ましいかなと思います。あと講義の後は復習ですね。これをしっかりしていってください。予習はもういいので、復習をね、回数をこなすという感じにしていきましょう。で、復習についてはね、できたらまあ回数とスパン、これが大事でしてね、2週で4回ぐらいのイメージですね。2週間で4回ぐらいの復習、これをね、1年間繰り返すと。いう感じにしていただくといいのかなと。これですね、授業を受けて1週間放置するとなると、だいたいその1週間の間にね、授業でやったことをほとんど忘れているということになりますので、まあ、授業でやったことですね、これを生かす上では、ね、復習のペース2週で4回というのを大事にしていただければなというふうに思います。はい、その上で、復習する際、テキストの読み直し、まあ、これが基本になるのかなというふうに思いますけれども、テキストだけじゃない条文ちゃんと見てくださいね。条文を見て、読むというね、その癖もちょっとつけておいてください。で、その上で納得する理解ですね、理解する納得するというね、こういう作業をやっていただければというふうに思います。はい、インプットのね、授業に関してはそんな感じの勉強がね、望ましいのかなということで、まあ、復習中心です。問題解く感覚で、一応アプローチするというね、その姿勢を1年間繰り返していきましょう。はい、アウトプット、これはまあどっちかというと1年目の入門講座にね、併設されている論文基礎力養成討練というね、その中でまあやっていくことになりますけれども、アウトプットもまあ1年目でもね、できたらやってみてください。ただ勉強時間としては1年目はインプット中心、8割ぐらいはね、インプットにしといた方がいいかなというふうに思います。インプットで示した解き方、これを実践する場にもなりますので、できる限り問題は解いていくというね、そんな感じにしていきましょう。で、ここの、アウトプットする際ですね、大体まあね、多くの方がぶつかる問題になりますけれども、時間内で解くためにどうしたらいいのかとかですね、そういうふうなところですね、法的思考力以外の力ね、これがまあ関与できるところかなというふうに思いますね。法的思考力以外、前のページに戻りますけれども、事例の把握とかね、応用力、文章力、自己統制力、まあ、このあたりの能力はまあ場数踏むことによってますますね、力がついていくということになるのかなと、まあ、そういう意味で、アウトプットにね、関しましてはね、ここはできる限り1年目からね、その機会というのは大事にねしていただければいいのかなというふうに思います。で、復習がちょっとインプットの際とは変わってきます。授業をね、入門講座の、まあ、知識をね、補充するという、そういうふうな講座であれば復習するというね、納得する。
テキストを読み直しというね、これが中心になりますけれども、アウトプットの際には復習するときが少し変わります。どんな復習するかというと、間違ってた部分や自信のなかった部分、ここを中心に勉強していくという感じになりますね。間違ってたところについて、なんで間違ってたのかなと、ね、知識があやふやで間違えたなのかね、それとも問題の読み間違えで間違えたなのか、それとも応用ができなくて間違えたのか、おおむね間違えた理由というのはこの3択になるかと思います。で、間違えたとかね、あやふやだった理由ね、この辺は、問題の読み間違いとかね、それから、条文等の知識が出てこない、ね、それから応用ができない、まあ、この中の3つでしょう。で、事例読み間違えたらこれはもうね、復習というよりは自分で落ち着いて読めと、ね、そういうふうにもう言い返す、言い聞かせるしかないのかなというふうに思いますけれども、大事になってくるのはね、間違ってた場合の知識がなかったために間違った、ここはもう復習するしかないです。何の復習？入門インプットの復習ですね。間違えたところに弱点であるというね、そういうまあ印をつけた上で、そこについてもう一度ね、暗記し直すというか、まあ、理解し直すですね。で、理解し直した後、できるだけ覚えて書けるようにちょっと努力してみると、まあ一回ですね、チラシの裏なんか使ってね、書いていってみるというのも一つのいい勉強方法かなというふうに思います。はい。あと、応用できなかった場合は、まあこれ間違えたというよりはね、応用力がなかったということになるので、いかにして応用力つけるかというところが鍵になります。で、応用できなかった場合は応用の仕方を盗んでみてください、ね、応用問題ってのもたくさんね、様々な、事例、これが出てきますので、その、まあ、応用の結果結論ですね、これを覚えてもしゃあないかなと、むしろ応用の仕方ノウハウですね、これをマスターしていただくというのが、まあね、結局は、短期にしかつながっていくのかなと、ノウハウをできるだけ多くね、盗んでいくという感じにしていただければとは思います。はい、そういうことで、まあね、短期で合格するための勉強法、インプット、アウトプットね、そこの2点、中心に、意識をしていただければなというふうに思います。で、まあ、具体的な勉強方法もね、ここ結局、まあ書いてありますけどもね、事例問題を解くような感覚でアプローチしていく、条文大事にしていく、ね、復習するときには教科書を読み直すんだけども、納得するというね、これをやっていく、回数についても大事だよ、2週で4回というね、そういう回数をまあできる限りね、年間通して繰り返しやってみてください。はい、あとはメリハリ付けも非常に重要ですね、大事なところ大事なところがありまして、論文で出るところをまずは徹底してしっかりやろうというふうに思ってください、私のクラスではテキストと条文をこれを主にして使っていきますが、そこにマーカーなんかで色付けしていくという感じです、まあ、マーカーはできたら4種類ですね、5種類準備していただければなというふうに思ってますが、その際、ね、マーカーつけたところを中心に復習するというね、そういうふうなまあところにもなっていきますので、まあ、マーカーへのね、徹底的にまあ一応活用していってください。でさらにランク付けですね、ランクを AA から D までの5ランクに分けまして、B までが論文で出るところみたいなね、そういうふうな意識づけをしていただきます。まあ、論文の勉強をまずは中心にしっかりやるということであれば、B ランクまでをね、しっかりと抑えようという、ね、いう感じにしていってください。はい。あと、まあ、学習時期も大事です。いきなり難しいことからやると、大体、頓挫するということになりますので、勉強する時期ですね、これは1年目でやるべき、これは2年目以降でやればよいというね、基本事項と超応用事項、これは分けておいた方がいいのかなというふうに思いますね。ですので、まあ、学習時期もね、徹底してメリハリ付けという感じにしていてください。あと、まあ、メリハリね、手を広げないというのも非常に大事かなというふうに思いますね。どうしてもこの司法試験の業界というのがね、情報が氾濫していると、で、いろんなこう情報があってですね、いろんな情報を手に入れようというね、そんな感じになって、まあ、手が広がってしまう、結果知識があやふやになるというね、そんな感じになることも結構ありますので、手は広げないというね、そういうことをまあ強く意識しておいていただければなというふうに思います。はい、まあ、そんなことで1年目の勉強に関してはね、こういったところをまあ意識しながら、勉強を進めていくというのがいいのかなと思いますが、2年目以降も少しだけお話ししておきます。2ページ一番下の括弧の3、ここになりますけれども、1年目はインプット中心でやってみてください。インプットが8にアウトプット2、おそらくね、それぐらいがまあマックスかなと、できたらまあインプット9でもね、いいぐらいかなと思いますけれども、できる限りインプット中心で1年目、やってみてください。で、1年目でいかにインプットをね、正確にできたかによって2年目以降の飛躍度も違ってきますんでね、2年目以降は勉強の手法、中心はアウトプット、これにならなきゃいけません。インプットに関してはですね、2、アウトプット8ぐらいにね
なるのが理想的ではありますけれども、インプット2の中でね、弱点の克服という作業が入ってきます。で、1年目であれば新しい知識の補充というところが中心になりますが、2年目以降のインプット、これは弱点の潰しですね、これが中心になってきます。1年目で弱点がほとんどなくなっていればですね、2年目でのインプットの、弱点の補強というのがそんなにいらなくなるという意味で、1年目でいかに、頑張るかというのがすごく大きく、差ができてくるのかなというふうに思います。はい、そういうことで概ね、勉強方法ですね、2年目以降はアウトプット中心に、できる限り、やっていくように、1年目で、しっかりとインプットしようと、こういうふうに、思っていただければ幸いです。はい、あと心構えのところですね、これもちょっとお話ししますが、ここは今までのところの、まとめみたいなところです。勉強するにあたっての心構えですね、いろいろと、受験業界に携わっている人が、言っていることの、結構共通するところにも、なってくるのかなと思うんですけれども、まず意識していただきたいのは手を広げないというところでしょうね。判例とか言い出したらですね、昭和の、20年戦後から言ってもですね、もう何千と、判例があるわけで、それは全部抑えるんだらはっきり言って無理になってくるので、ここは重要な判例だけにしよう、テキストに出てくる判例だけで、マスターしていくというね、もうこれ以上に広げてしまうのは危険かなというふうに思いますね。法律の知識についてもですね、コンメンタールとかいう本があったりしますけどね、あのコンメンタールね、もう民法の1から29まであったりとかね、それ全部やるのもはっきり言ってもうね、時間の無駄ということで、やっぱり手を広げずにミニマムで勉強していこうというね、こういうスタンスは持っておくといいと思います。で、それは言い換えれば合格するための勉強なんですね。合格するために必要なものだけを仕入れていく、合格するのに必要でないなというものについてはできるだけ端折っていくと、そういうふうなスタンスがないとなかなかですね、合格するための勉強というのが意識抜けて余計なものも入れてしまうということになるのかなという感じがしますね。はい、あと納得という作業ですね。勉強する際には納得できないこと、結構出てくるのかなと思うんですけれども、法律に関してはこと理由があるということが通常ですので、できる限り納得した上で暗記していくというね、そういう作業をしていただくのがいいのかなと。もちろん暗記しなきゃどうしようもないものね、定義とか言われるものね、これはもう暗記しなきゃしゃあないというものでなったりしますし、あと条文番号とかね、これもですね、語呂合わせがある方はないので、その条文番号についてはこれはもう暗記せざるを得ないところはありますけれども、そこもまずは、書いてある内容とか内容面に関してはこれ理解するというね、これが中心にしていただければいいと思います。あと法律勉強しててよくベテラン受験になると見ることになりますけども、条文どこ行ったとかね、当事者の主張どこ行ったと、そういう人は結構見当たる感じです。条文に基づいて考えるとかですね、当事者の主張を考えるという当たり前の法律の、そのアプローチ、これがですね、抜けてる人というのはどっちかと長期化してしまうね、危険性が高いかなと。困った時にですね、条文、困った時に当事者というね、その視点、これがあるかねないかによってですね、短期合格するかどうかというのは決まってくるかなというね、そんな感じがします。はい、あと心構えとしてはね、みんなも言うところであるでしょうけども、人より上に行くというところですよね。で、人より上に行くというのはどういう形でこうね、アドバンテージ取っていくかということですけどもね、時間はみんな平等、時間は平等なので何で上に行くかというのは質になるでしょうね。量はそれほどですね、増やせないというのが実情でしょうから、勉強の質、これはもう高めていくしかないかなと。で、勉強の質ということでいくと、1年目でいけばいかに、必要なインプットを網羅していくか、2年目以降でいけばですね、弱点になっている、重要事項、これをいかに潰していくか、これが質の上では重要ですし、アウトプットの面でいけばですね、問題を、どんどん解いていくのもありですけれども、問題解いたそのアフターフォローですよね、解けなかったところをもう一回こうねカバーしていく、解けたところを何度もやっても仕方がないというところで、やっぱここは質の問題ですよね。ここをいかにして高めていくかと。で、質ということでいくと、その人間生きてる中でですね、隙間時間というのが結構あったりするんですよね。この隙間時間というのをいかに効率的に使うかいうのも質を高めるというではね、非常に重要なところになってくるかなというふうに思いますね。隙間時間ということで、お風呂に入っている時間とかですね、あるいは寝る前のね、ちょっとした時間とかですね、いろいろとね、移動時間もあったりすると思いますが、その辺をね、どう使うかという感じになるでしょう。はい、あとは試験時間の間だけでも覚えているようにというね、これも最後の手段ですね。どうしても覚えられないところとかね、苦手になるところというのが最後まで出てきますけれども、そういうところ試験の2時間だけでも覚えとけばいいというところでね、試験の直前に見直すべき材料というのをね、ちょっと絞っていくいうふうな、心構えですね。これは2年目以降の勉強でね、特に意識していただければいいのかなというふうに思います。そういった心構え
いろいろとあるんですけれども、まあ、この6個の心構えですね、これはおそらくもうね合格するまでね、ずっと使い続けるね、ところになるでしょうし、合格した後また別の資格を勉強する際にもね、また必要になってくるね、ところかなというふうに思います。まあ、そういう点で、その辺の心構えですね、これも、深くねちょっと心に留めていただければ幸いです。はい、まあ、そんなところで、私からのね、一応まあ勉強方法に関してのお話は以上のところになりまして、まあ、3個ね、3番のところに、クラスの特徴ということで少しね、ちょっと自慢めいた話ね、そんな話をちょっとしていくことになりますけれども、まあ、1年目から論文中止ですと、まあ、特に民事系の安定をね狙っているというところで、まあ、勉強のスタートが民事系スタートになるね、これがまあ赤木クラスだったりします。ただ、秋から始めるクラスは刑法始まりというね、そういうクラスになりますし、冬から始まるクラスもね中にありますけれども、まあ、その中でもやっぱりね、全体通じて言えるのは民事系重視ですね、この民事系を重視していかに安定してね、点取っていくかによって他の科目の波及効果というのはね、絶大なものがありますので、この民事系の安定というのはものすごくね重要なところかなと。しかも3科目ありますからね、全科目の中で一番ね、科目数の多い系統でありまして、でしかもまあね、似通った発想をしていくというところで、まあ、この民事系を安定させるというのは、まあ、司法試験突破する上ではね非常に重要なところかなというふうに思っていただければ幸いです。はい、あとまあ私のクラスの特徴2つ目、まあ自慢中っちゃあれですけどもね、全科目一貫してさせていただくというね、科目ごとで変わるということがないと思いますんでね、その点で、科目ごとで何か言ってることが先生違うよとかね、それもまあないね、心配ないだろうと思いますし、あとアウトプットまでね、そこまで私が全部見ていくということになるので、まあ、統一的な思考方法ですね、これがまあマスターできるかなというふうに思います。まあ、なんだかんだ言ってもですね、司法試験の業界って講師ごとにこう癖があるというね、いうところで、まあ、講師ごとに言ってることも微妙に違うというね、ノウハウも若干違うというところがあります。まあ、そこの辺の弊害ですよね、講師変わることによる弊害、これがまあないのかなというところでね、一つ、まあ、この私のクラスのね、まあ特徴といいますか、ね、強みというね、そういうふうに思っていただければ幸いです。はい、あとまあ実務家でもあるというところで、括弧の3最後のところになりますけども、実務と試験、これを課長することをすごく意識しています。まあ、実務でね、普段仕事をしている中で、普通だったらこう考えるよねというところをそのまま試験でも、役に立つかなということでスライドしてお話もしていきますし、あとですね、試験でこういうところが出ているよというところもね、ちゃんと私の方はね、ちゃんと問題解いて見てますので、そういうふうな試験ね、初めて見るような問題で、解くために、じゃあ実務家だったらどうアプローチするかというね、そういうふうな視点なんかもね、提供していっています。まあ、実務と、理論の課長とかね、ロースクールは言ってますけれどもね、それはいらんかなという気がしますね、実務と試験の課長ですね、これが本来求められるものかなというふうに思います。まあ、そういうのを、意識した、まあ、クラスということで、勉強方法に関してね、一応30分ほどかけてお話をさせてもらいました。はい、今日冒頭でねちょっと、予告してたと、通りでありますけれどもね、ここからの15分なんですけれども、今年合格されたね、私のクラスの出身の方で和田真由子さんですね、お越しいただいてます。ちょっとね、一緒にお話等ですねしていただ、していければなというふうに思ってますので、ちょっと和田さん、前に来ていただけますでしょうか。とりあえずちょっと簡単に自己紹介と勉強の受験歴とちょっとなんかお話しいただけますか。はい、今年司法試験に合格しました和田と申します。すいません、大学4回生の時、去年に、予備試験を初めて受験して合格しまして、で今年、大学を卒業してから司法試験を受けて今年無事に合格しました。3年前大学2回生の時にレックに、入らせていただいて、その後今まで3年間お世話になりました。まあ、私のクラスの入門から、ね、受けていただいたということで、僕のクラス受講しようと思ったきっかけって何やったんですか。先生の講座を受講しようと思ったのは、昔から弁護士っていう職業に憧れがあって、それでまずは入門講座からってなった時に、その赤木先生がすごく面倒見のいい先生だということを伺っていたので、それで受講することを決めました。ありがとうございます。なんか自分でなんかね、質問しながらすごくこう恥ずかしく、ね、なってくるような感じでありますけれども、実際ですね、入門講座、まあ、受けてみて、なんか事前に予測したものとなんか違うのあれとかね、思うところとか、あるいはこれ良かったかなとか、その辺って何か思うところってありますか。大学のカリキュラムに比べてすごくペースが早かったので不安だったんですけど、でも実際受けてみてすごく分かりやすくて、多分その論点を
羅列するだけじゃなくて、どういう時に問題になるかとか、そういういろんなことを踏まえてお話ししてくださったからかなと思ってます。ありがとうございます。入門を受けてた頃、まあ、ちょうど2年、3年前になるのかな、3年前に入門を受けてた頃に、その勉強する上で何かこう特に気をつけてたこととかってありますか？入門講座はとにかく情報量が多かったので、その復習は怠らないようにっていうことはいつも気をつけていました。復習はどれぐらいのこう頻度といいますか、こう量というか時間というか使ってました？授業が週に1回だったので、その授業から授業の間の1週間でできるだけ何回も2回3回繰り返すようにはしてました。やっぱ1週間で2回3回、はい、その次の週まで含めて何かやったりとかも、次の週もできる限りは復習しようとしてたんですけれど、なかなか時間が足りないことも多かったです。なるほどね、まあ、でも一週すごいですね、その、復習の回数を増やすというね、非常に知識の定着しやすいような勉強をされてたんだなというのはよくわかります。入門の時これきつかったなとかいうの、なんか覚えてることってあります？その大学2回生の時だったので、とても、大学の授業が多い時期 でサークル活動も一生懸命やっていたので、時間のやりくりが結構大変でした。なるほどね、まあ、大学に通って一番こう、ね、まだ一般教養なんかもあったりとかして、ね、はい、非常にこう過酷なスケジュールという感じの印象があるんですが、ちなみにその入門の時期のスケジュール、はい、1週間のスケジュールで、まあ、どんな感じですかね、その勉強に充てられる時間とかいうのってどれぐらい充ててた感じですかね？大学の授業が4つとかある日も結構あったので、その後に 2,3 時間図書館にこもってとかいうことが多かったと思います。なるほどね、まあ、何時間とかいうのもちょっとあれですけど、1週間7日168時間の中でどれぐらいこう少子化向けの勉強してたかなというのってどんな感じですか？多分ですけど平日はまあ2時間ぐらいで、休みの日は差があったと思うんですけれど、できればその3時間とかは確保するようにしてました。なるほど、結構あれですね、効率のいい感じの勉強の仕方をしてたような感じはすごくね、短い時間の中でこうすごくたくさん勉強したりとかいう感じで、すごくこうなんか体力的にはきつそうな感じであるけれども、はい、まあすごくね、量も質もよく勉強したのかなというね感じが受けますね。いえいえ、あと論文の勉強ですね、1年目からまあある程度あの論文の話を僕してたかなという記憶はしてるんですけれども、論文の勉強方法で何か意識してたこととかってありますか？入門講座の復習をその論文の勉強と絡めて必ずするようにしていて、その論文を解く前に入門を復習してから始めたりとか、論文で分からなかったところは入門に戻るとかいうふうには気をつけてました。まあ入門を受けてベースにして、で論文受けて、で論文自体のそのなんか手応えって言ったら変ですね、その入門を受けてる頃のね、論文、まあ、それなりに解けるなというふうな感じだったか、そうなかなかこう難しいなという感じだったか、その辺ってどんな感じですか？最初の方はなかなか書き方がそもそも分からなくて難しかったんですけれど、でも入門がその問題を解くことを前提に多分組まれていたので、スムーズには移れたかなと思います。あ、そうですか、はい、まあ、書き方ですね、ちょっと書き慣れなきゃいけないというね、そこがどうしてもあるので、はい、まあ、書くのに慣れるまでは若干大変なところあったかなと、はい、でもまあ考え方とかそのあたりはまあ入門のスムーズに入れた、そんな感じですかね、はい、ありがとうございます。まあ最後になりますけど、なんかこれから勉強を始める方向けとか、あるいは入門受験生向けに何かこうメッセージとありましたらお願いしたいと思うんですが、はい、私が言うのもあれなんですけど、でも大変なことすごく多いと思うんですけれど、でも目の前でやらなきゃいけないことをちゃんとやっていけば多分受かる試験だと思うので、頑張ってほしいなって思います。今日は突然の出演ありがとうございます一応まあこういうことで私たちのガイダンスですね、これにて終了したいと思います。どうも今日はありがとうございました。